タレントの坂上忍が4日、都内で行われた、ミッドナイト、ガイズ、ブルーライン&ドブドリリース記念イベントにゲストとして出席。先日のイベント内で、3月に終了するフジテレビ系、笑っていいとも。毎週月金、正午、の後番組で、月曜の司会を担当すると自ら暴露していた坂上は、昨年暮れにオファーがあったことを明かした上で、お昼の顔に対して不安を吐露した。動画も、坂上忍、いいとも、5番組司会でノンスタ井上と共演も、4月に同局で開始するバラエティ番組の司会起用について、坂上は、詳細を話すと、ノンストップの収録が終わった後、突然現れて、偉い人が、お話しした後経緯を説明。昼番組のレギュラー決定に、正直、フジテレビは大丈夫かなと。僕の方が、昼は向いてないと分かっているので、と苦笑した。現在、歯に気抜きせぬ発言が注目を集め、バラエティ番組に引っ張りだこの坂上だが、愛犬家でも知られ、早朝の犬の散歩は欠かさない日々を過ごしているという。そんな生活リズムもあり？俺、めちゃくちゃ早起きで昼くらいに一番眠くなるので、その時間、大丈夫かなっていうのがある、と不安をこぼし、笑いを誘っていた。ただ、早くも秘策があるようで、昨日、とある番組の収録で今田、浩二、さんにお会いして、できれば自由にやってくれと言われた。あと、もしゲストの話がつまらなければ、ぜひ寝てほしいと言われました、と語り、不敵に微笑んでいた。アカデミー俳優のアル、パチーノ、クリストファー、ウォーケン、アラン、アーキンが出演する、ミッドナイト、ガイズ、のブルーライトドブドは、2月7日にレンタル開始、ツタヤのみ、3月26日にセル発売される。